えー、今日はですね「えー、三島由紀夫の予言が当たった」というタイトルで、えー、お送りします。えー、そしてですね、まあ、サブタイトルとして「参、えー、政党と日本保守党の動き」というタイトルで お送りしますなんか唐突にですねいきなり三島由紀夫の話を出すっていうのもちょっと驚く方もいるかもしれませんが実はこれ前々から私も申し上げていた通りですね三島由紀夫という人は確かに昨年有告期で私講演いたしましたがもう亡くなって半世紀以上。 って今年年ででなんと53年ですねものすごいもう歴史上の人物になっているわけですがしかもその文学作品だけではなくて社会評論ですとか政治的な評論活動をですね全くその色あせることなくですね21世紀を迎えて半世紀以上過ぎてなお こうますますんて言うんですか有効性をこう用いているつまり53年前に彼が訴えていた内容がですね半世紀以上何一つ日本が自ら解決することなくそして21世紀を迎えてですねで今の時代に至っているということなんですね。 あのその象徴的な例として、えー、さっき申し上げた参政党と日本保守党という新しい二つの政党の動きということが、えー、具体的な例として現れているわけなんですね。あのどういうことかっていいますと要するに、あのーまあ、今まで度々申し上げているかもしれませんが。 戦後体制というもまあ、ね、これはあのいわゆる2006年にその誕生いたしました戦後生まれ初めての総理大臣誕生となりました第一安倍政権のです、ね、スローガンが戦後レジームの転換つまり戦後体制の転換という言葉だったわけです。それはどういうことかというと戦後体制をそのひっくり返すんだと。 まあ簡単に言えば、ね、転換というかそういういことですよねそれで新たな戦後から脱皮をしてですね新しい独立国家としての日本の歩みを作っていくんだというのが今から17年前に誕生した第一次安倍政権のスローガンだったわけですね。そしてまあそういったスローガンを持つがゆえに戦後体制の総反撃を受けましてね。そして1年で まあ病気もあったでしょうしさまざまなそのメディアの妨害というのがありまして1年で安倍政権は終わってしまったということがあったわけです。そしてそれからまた時間を経てですね今からちょうど11年前の2012年ですね平成24年になるわけですが。 第二次安倍政権が成立したとそして2021年まで7年7か月のですね政権運営を行ったということはこれはもうご承知のことだと思います。そして第一安倍政権の時のスローガンであった 戦後レジームの転換という言葉を隠しながらですねそれを進めようとしたということも実際に安保法制の成立を見ればでですすねねかる通りなんです、ね、しかしそれでもですね問題が多々あって要は憲法改正ができなかったということとそれと まあさまざまな要因があったわけですが、結果としてできなかった。それは負の遺産になっているわけですね。それともう一つは、北朝鮮による日本人拉致の解決が全く進まなかったということですね。で、その二つがなぜ成功しなかったのかというと、それこそまさに戦後レジウムを転換しなければ、実は解決しない問題であるという、 ことなんですねこれはもう否定できない事実です、えー、もうちょっと別の角度から言えばですね、えー、これは三島由紀夫は五十三年以上前に言っていたことですが、えー、自民党と共産党はシャブの総政治だと言っていたわけですね、えー、つまり表裏一体表裏一体でもって、えー、そして 政治を作っているでどういう政治を作っているかっていうとそれは戦後体制そのものだったというわけです。えー、つまり、えー、自主憲法制定もですね党の綱領に入っていた自由民主党があ昭和30年1955年に誕生して社会党もその、えー、右派と左派が合体してですねそして、えー、日本社会党 そこで大きな左右の,その政党政治が始まってそして社会党のまた左側にですね日本共産党があってですねそれがまあいわゆる戦後民主主義をその,その対立軸でもって進めてきたということはこれは間違いない事実なわけですね。そして実は安保改定 えー、昭和35年1960年の安保改定によってですね、えー、そ,のそれ以降はですね逆にその自民党とそう,そういった社会党共産党勢力がですね、えー、国体政治という中でお互いにこう寄り添いながらですね、えー、戦後の復興を含めた高度成長を含めたですね高度成長経済 を含めた日本社会をこうリードしてきたと言えるわけでそこでやはり、えー、自民党と社会と共産党は対立関係にありながら実は共犯関係にもあったということになるわけですね。でそういう現実がはっきり見えたのがこの2年だったわけでそれは安倍晋三というおもしが亡くなった後にですねそういったものは全部 露呈したわけです,よ、ね、ですから今の自民党が、えー、そういう状況になってしまってアメリカのその言う,うなりにですね、えー、例えば昨年 LGBT 法案を成立させたりしたことがあったわけですね。でその LGBT 法案にしてもですね、えー、全く日本に必要のないものが何の説明もなくですね、えー、官邸の意向で。 そして与党政治家も全部それに倣うような形でまあ反対する人もいましたけども進められたということがあったわけです。でその結果です、ね、生まれたのは日本保守党という作家の百田直樹さんと評論家の有本香里さんがですね中心になって作った政党でそして、えー、昨日ですね17日 10月17日に、えー、その結成の記者会見が行われました、えーまあ、こんな記事がありますね、えー、事務総長に、えー、有本香織氏、えー、そして、えー、共同代表に河、えー、村隆名古屋市長河、えー、村さんは減、えー、税党という政党を地域政党で えー、作ってるんですがその地域政党の代表と同時にですね、えー、日本保守党の共同代表という形で百田さんと一緒に、えー、この政党を運営していくということが発表されたわけです。そして片やですね、えー、全く別のところから出てきた日本,あ日本はついてないですね三政党という 政党がすでに地方議員が数多くいて今国会議員は参議院議員一人しかいませんがおそらく次の衆議院選挙などではですね議席を獲得するのではないかと言われているわけですね。でそれはいわゆる保守勢力と言われている人たちが結集してそして自民党を支えていたあ。 保守派の人たちがですね、えー、どんどんその新しい政党を応援する方向に動いているということこれはやはり新しい現象だったわけです、えー、維新ができてですね一回その維新がそういうポジションを取るのではないかとお目された時期もあったんですがしかしあの。 日本維新の会にですね、石原慎太郎さんが都知事を辞任後です、ね、また復帰を国政復帰ということで、えー、復帰をして、えー、そして平沼さんもそれに加わるというような形で、えー、保守派の勢力を作ろうとしたことがあったんですがしかし、えー、橋本徹という人はあ非常に厄介な人でですね、えー、全くその歴史認識をはじめですね 肝心なところで非常にグローバリストなところがあったりしてそれで結局石原慎太郎ともたもと分かつというようなこともあったわけですね、まあ、そういう意味でその維新はですねいわゆるその左派ではない右派勢力というように一般メディアは呼んでますがどうも違うような気がするんですね。 しかしあの少なくとも旧体依然としたそのかつてのただの左翼とは違うことはそれは間違いないわけですしかしスタンスが違うのはあ日本に本当に熟化しを置いているかいないかということで,でそれにやはり危惧を持った人が参政党やあそして、えー、今週結成された日本保守党の方に関心を持つのはこれもう当然のことなんですね。えー、ですから 戦後もう今年78年たったわけですが1 9 6五年の九百六0年にできたと私は仮定します60年体制というものがあったとしたらですねもうそれからすでに、えー、なんと70年もたっているわけで、えー、そういった戦後占領体制の 後にですね、作られた基盤がですね制度疲労を起こすのは当然のことでま,また起こさなければ日本人は本当におバカさんだということになってしまうわけでもうこれは本当にあの当然のことだとそのように考えます。そしてちょっとですね私紹介したいのが三島紀夫はですねこれなんと。 えー、朝日新聞にですねちょうど亡くなる、えー、約1年前に書いてある素晴らしい、えー、エッセーがあるんですね、えー、これは11月3日文化の日ですね、えー、明治天皇の誕生日その亡くなる前の 1, 1年前の11月3日に朝日新聞に掲載された昔はですね 実はもう五十三年前、あの新聞に載るエッセイにしても評論にしてもですね、ものすごい文字数が張るんですね。あの当時もう五十年前ですと今の新聞よりはるかに文字の数が小さいわけでいっぱい情報が詰まって詰まってるわけですね。ですから人間はどん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 実は文字が大きくなるにつれてですねあのおし 情報処理能力がやっぱり低下してきてきるんですねでコンピューターというものによってコンピューターの CPU はものすごいスピードで進歩してもう今や信じられないようなね、えー、機能をおスマホだろうとタブレットだろうと PC でなくてもですね持つようになっているわけですがしかし人間の CPU はどん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 劣化してるってことは間違いないわけです。えー、一冊の本に入ってる文字量が全然違うわけです昔と比べて。 ですからそれを処理できない。もう文字が多いと今処理できないですね。例えばツイッターまあ今でいう X ですか。あの140字という制限がありますが、140字の文字すら理解できない人はいっぱいいるわけですね。え誤読する人とかあ読めない人がいるんですね。まあちょっとそれ余計な話になっちゃって、えー、そのえっ、ー、となくなる1年前の。 朝日新聞に発表したエッセイが「国を守るとは何か」というそういうタイトルのエッセイです。えー、そしてですね「私はなんとか政治に参加したくないものだと考え続けてきた」。戦時中軍の言論弾圧がは,な,はだしくなった頃私は 少年で何ら直接の被害を受けなかったが後から自情して職業的分子はさぞつらかっただろうと同情したまあこんな書き出しで始まって谷崎潤一郎のことですとか書いてあるんですね、えー、しかし私は決心をしたどういう決心かって言いますと1960年の安保闘争を見物した時からかもしれないいわゆる60年安保ですね あの議事堂前のプラカードの判断に私は民主主義という言葉一つをとっても言葉とその概念の内容の乖離言葉の多義性の欲しいままの乱用ある観念のために言葉が自在に汚され理性に供される状況を見たのである文子として当然のことながら私は日本語を守ら,れ守らねばならぬと感じた私は不存にも自分の文学作品の中に閉じ込めた日本語しか信用しないことにした。 牧畜業者は自分の牧場の中の牛しか信用しないように」なんて、えー、書いているわけですがここで彼が問題にしているのは、えー、例えばここですね「えー、1969年の今私が政治に参加しないという方法論はほぼ整った。私は精神の戦いだけ 私の剣を使いたいたしかしその戦いに際しては谷崎氏の道も岸田これ岸田国をですね岸田氏の道も報道・敗因作家の道も歩まないで済む準備ができたのである私はこれを私なりの小さな発明だと自負している日本とは何か思えば日本ほど若々しい自意識に道日本ほど自分は何者かと絶えず問い詰めている国家はない。 今や再びその問いが激しくなり質問の調子を帯びてきてきいるしかし私は1960年代は平和主義の偽善が暴かれていった時代であり1970年代はあらゆるナショナリズムの偽善が暴かれていく時代だと考える日本は何かという最終的な答えは左右の疑似ナショナリズムが完全に剥離した後でなければ出ないだろう。 これ要するに自分が自決した後の1970年代のことを言ってるわけでえつまりこの後ですねえ自民党政治がずっと続くわけですがしかし自民党が言っているナショナリズムというものは偽物であってもちろんその左派の言うナショナリズムもこれナショナリズムって別に否定的な意味で使ってるのではないんですかねそれも全部認識であるということをここでもうはっきり 言ってるわけですね私は自民党の生きる道は真のリベラリズムと国際連合これ国連のことですね連合国国連国際連合を中心の国際協調主義への復帰であり先進工業国における共産党の生きる道はすっきりしたインターナショナリズムへの復帰しかないと考える真にナショナルなものがそのいずれにも本質的に欠けているのである。 こここれもここであの要するに高度成長あの社会を突き抜けた脱工業化社会そして、えー、今の情報化社会、えー、あるいはまあ AI 社会と言ってもいいんでしょうけども、えー、そういったものの到来まであるいはグローバリズム経済の蔓延ですねそういったことまで全部これ、えー、一気に今の言葉で言っちゃってるわけですね。それで自民党党もも共産党もお ダメだと真にナショナルなものはそのいずれにも本質的に欠けているで真にナショナルなものしか日本人のためにはならないんだそれは日本のナショナルですからねということなんですね、えー、ちょっと前半長くなっちゃいましたが後半いきます。